郷田を離れ陸に実家。どんな影が刺さぬよう患者を放ち諸国を巡る。数えた塚は300余り、絶えぬ煙、はぜる炎、焼き打ちされて朽ちた里。あやめは今ここにいる。世は戦国、焼かれる里などあまたある。道中さじだと過ぎる気が魔の子に捕らえた亡骸は忍び忍びまた忍び、直感あるいは胸騒ぎか分からぬままにせき立てられて、あやめは里のただ中へ。
なぜじゃ、ふたは。悪いね。これも棟梁の命令なんだ。黒谷、ここを襲った奴らの名前かい？双葉！長老様！貴様！よくも！みんな！村の生き残りか？だったら、どうした？どうせあたいじゃないって言っても信じないんだろう。いいよ、かかってきな。黒谷って何、聞き覚えは？知らないね。会っても教えるもんか。なんで殺さない？殺す理由がないからさ。こう見えて結構忙しい身でね。続きは今度会った時にしとくれよ。バカにして！壁掛け。あまたある体術の一つである壁掛けは、壁に飛びつき、そこから垂直に駆け上がる体術である。脚力はもちろん、壁から離れない姿勢を維持できる腹筋、および背筋力の鍛錬も合わせて必要であることは言うまでもない。敗北、別れ。再び笑える日はもう来ない。凛に迷いはなかった。次回、天誅紅、決意、世の悪は紅に散れ。